寒い時期の風物詩ともいえる鶏つみれ。スプーンで丸めて鍋に入れるだけというこの商品は、スーパーで半額が狙いやすいお値打ち品です。今日はこれに一手間加えて鶏つみれバーグを作ってみようと思います。小さいサイズで作ればお弁当にも大活躍の一品です。それでは早速作っていきましょう。オープニングを入れるところをちょっと変えてみました。よく考えてみたらこういう編集の方がほとんどだなぁと思って。どうでしょう、またご意見いただけると嬉しいです。もうほんと見切り品を見つけると目が輝いてしまうこの習性をどうにかしたい。
それと合わせても1食あたり約250円。一工夫で簡単美味しいつみれバーグ、ぜひ試してみてください。今回使った材料、調味料の一覧です。参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、作ってみたいと思った方は高評価をいただけると励みになります。若葉キッチンでは簡単にできる自炊をテーマにした動画を日々上げていますので、よかったらチャンネル登録、通知ボタンも押していただけると嬉しいです。ご意見ご要望も待ってます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。